それでお姉さんとすればさ、ね、自分がちっちゃい頃、自分が家を継ぐの、継ぐ修行を一生懸命してる頃、おばあちゃんはもうやたらかよかよって、おばあちゃんは取られる。ね、そしてお母さんも取ろうとする。ね、お母さんもさ、縁談の時にね、自分、あの、かよちゃんに縁談が来た時に、うちがお母さんと一緒だったらば、お嫁に行きますなんて言うけども、それをさ、お姉さんはさ、もうかよさんに対して、なんつうかな、嫉妬みたいな、普通じゃない感情があるから、あ、楽になるって思わないんだよね。かよちゃん、お母さんまで持っていくみたいなね。そんなことされたら、うちの立場もないし、お母ちゃんまで取っていくんか、みたいな。そういうさ、ちょっといびつな心理になってるわけ。あの原作を読むとね。そこへ持ってきてさ、石島がかよを狙い出したわけよ。かよを何でも私から持っていく、みたいな風に、お姉ちゃん思っちゃってるわけ。原作を読むとですよ。そこで、ね、冒頭でちょっと言った、かよに、かよちゃんが、まあ、熱川に行くときのね、電車で、行列に並んでまで席を取ってあげたっていうのは、お姉ちゃんは、それはかよちゃんを温かく送り出してるわけじゃなくて、早く出て行け、とにかく出て行ってくれっていうことなんだよね。そういう感じなの。で、まあ、石島はかよを狙い出すしね、かよは当然そんな生活嫌だからさ、もう、お母さんと一緒ならっていう、そんなこと言ってられる状況じゃないわけ。で、縁談を受けて熱川に向かうっていうのがその冒頭の夜行列車なんですよね。で、まあそうやって善蔵と話してるっていうところで、で熱川に着いてからだっけな、ちょっとそこ忘れたけども、とにかく善蔵と別れて、かよさんは一人でね、その熱川の、まあ縁談というかね、旦那になる人のうち山水館に向かっていくわけでございますね。で、草壁との話だと、その相手の男の人はね、正吾っつうんだけどね、正吾。正吾、なんで正吾っつうと、あ、大正5年の生まれなんですよ。ね、正吾ってのは、正の字、あの、正しいに数字の5で正吾で。大正5年だから正吾っていうみたいね。でさ、大正5年生まれだからね、正吾っていうみたいなんだけども、その正吾さんがさ、どこの駅だっけな。伊東か、伊東の駅だと思ったけど、まあ、そこで待ってるっていうんですよね。で、熱川に行くにはその伊東からバスに乗って延々と行くんだろうけども、まあ、その伊東の駅で正吾さんが待ってるから、2人で一緒にその温泉まで、熱川のとこまで行ってくれと、まあ、そういう約束だったんだけども、佳代さんが着いたらいるはずの正吾さんがいないんですよね。で、佳代さんは困ってしまって一人で山水館に向かっていくと、ね、で山水館、まあ、熱川のそのバス停に着いた。で、その辺の人にね、そこに、そこら辺にいる農民の女の人たちにね、すいません、山水館どこですやろうか、みたいな聞いてさ、ああ、あっちやで、みたいな感じでね、案内してもらう。で、近所に行っても、近所のその雑貨屋さんとかに訪ねてね、山水館どこ出すやろうか、みたいな。それで、そこやで、みたいな感じでね。で、山水館に着く。もうボンロボロなんですよ。温泉旅館といってもボンロボロ。本当にこれ営業してんのかなっていうボンロボロな温泉なの。だからあんまりいい話じゃなかったんだよね。でもまあ、それでも温泉宿は温泉宿だからさ。店があることは本当だし、旅館があることは本当だしね。まあ、ただイメージとは多分違ったと思うんだけどね。もうボロボロの温泉宿。まあでも一応空いてるんだろうね。そのガラス戸に向かって、かよさんがガン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 って、ガラスを叩いてね、だん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 って。すみませんみたいな感じでね、呼ぶわけですよ。でも何も誰も何も言わないで、ガラガラっと開けて中に入ってさ、すいません、どなたかいらっしゃいませんかみたいな感じで言うわけよね。そしたらば奥から出てきたのが、まあ若い女の子なんですよね。若いったって結構老けてるんだけどもね画面ではね、一応そのドラマの中では22歳と言われてる雅子さんが奥からね、私にとっての主人公であります雅子さんが出てきます。藤間奈美さんが出てきます。はい、いらっしゃいませって言って出てくる。で、ね、佳代さんとついに雅子が運命の対面をするわけでございますね。その時雅子さん初登場の時は眼鏡かけてません。素顔でございます、ね、それで、はあ、なんでしょうかみたいな感じで聞いて、用事を聞いて、そしたらば佳代さんがね、
あのうちここに嫁に来たかよと申しますって言うわけ、ね、で雅子さんがかよって言ってメガネをかけて、例のあの牛乳瓶の厚底メガネでございますね、あれをかけてしげしげと見て、上から下まで舐めるように見て、そしてお父さんって言って奥に消えていく、もう慌てて奥に消えていく、ちょっくらちょっくらみたいな感じでね、お父さんっていう感じで来て、で奥から吉田義夫さんのね、その山水館のお父さん義之助さんって言ったかなが出てくるわけでございます。で2人で、 あんた一体なんで一人で来たんだみたいなね、なんで一人で来たんだにみたいなさ感じなわけよ。でかよさんはあっけん取られてるわけ、は何の話みたいな感じでね、あんたも、ね、兄さんと一緒に来なきゃダメじゃないかっていうわけ、雅子さんがね、要するに翔吾と一緒に、その翔吾が伊藤で待ち合わせてるから2人で一緒にここに来なきゃダメじゃないかって言ってるわけ、一生懸命その2人はね。でも別にさ、かよさんとすればさ、自分が先に来たってね、じゃあここで待たせてもらってもいいんじゃないですかみたいな話だって、私お嫁さんだからって これからここに住むんですよみたいな話でしょ。ところが2人はそうじゃないんだよね、もう淡くってさ、かよさんを店から追い出すわけ、その旅館から追い出すわけ、じゃじゃじゃだって、で途中その時にね、あんた近所の人間に会ったかにって言うわけよ。へえ、あのそこの人に道案内してもらいましたみたいな、バカなんでそんなことするだにみたいなね感じでさ、で雅子さんがね、もう一生懸命もう淡くってかよさんをさ外に押し出すわけ、旅館の外に押し出すわけ、山水館の外に押し出す。で、あすいません、大きな声でね、わざと大きな声で すいません、うちはあの女性一人で止めるわけにはいかないだにみたいな感じでねそんな感じで、あちょっくらあのよそに行ってくだしゃーっていうわけよね、そんな感じでかよさんは追い出されちゃう、ね、その前にだからあの兄さんと一緒に来なきゃダメだねって言うわけよ、ね、それで、かよさんを一方的に追い出して、ちょっくらよそ行ってくだしゃーって言って追い出すわけで、追い出されたかよさんはもう疑心暗鬼よ、なんでうちを、うん、そんな追い出すんやろうみたいな感じでね、で何かある何かあるって言って第1話が終わるわけ、まあ、そういう場面で流れるのが例のかよのテーマですよ。トゥトゥルルトゥル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 ルトゥルル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 ルルって言って終わるんだけど、もう大体毎週これなのね。その第1回の終わり方もそう、あのかよさんがさ、何やろ、何かある何かあるみたいな感じでさ、疑心暗鬼な顔、もう怪訝な顔してるわけ、それがアップになるみたいなね、そんな終わり方常に毎週そう。かよさんが怪訝な顔とかね、もうふんまんやる方ない顔とかね、もう雅子にいびられてわなわなと震えてる顔とかさ、それからなんか納得できないというか不思議なことをされた時のね、この第1回もそうだけど、うん、なんか怪訝そうな顔とかさ、そういうかよさんの暗い表情のアップで大体これ終わってたの、破壮で繁盛を受けてね。かよのテーマがかかる中、かよさんのその怪訝な顔がアップになって、テルルルルンテルルラーって言って終わるのがほぼ毎週のパターン、これがね。で翌週になると、その前の週のドラマの最後の部分がね、まあ3分とか5分とか冒頭で流れてさ、かよさん、そこにかよさん、まあ新玉道夫さんのナレーションがついて、でそこでもかよのテーマが流れてね、テンテルルテルルンって流れる中、新玉道夫さんがさ、あうちは山水館を追い出されてどうのこうのみたいなね、こんなことこうありましたみたいな感じのナレーションがついて、まあ前の週の案内をして始まるんだよね、翌週は。でその導入部分が終わると、チェンテンっていう風にオープニングが始まるぐらいの、そういう感じの構成だったんですね。だからかよのテーマってね、我々っていうかな、この舗装で繁盛期フリークであります私なんかからすると、もう脳みそにすごいこびりついてる音楽、至る所でこのかよのテーマが流れてね、特に番組冒頭、特に番組の終わり、特に番組の終わりだね。でそのもう暗い表情の新玉さんのアップとこのかよのテーマがかぶれて、ほぼ毎週だからもう刷り込まれてんだよまあそんな感じですかね。それでは最後に放送当日の読売新聞朝刊番組案内記事を読んで終わりにしましょうかね。昭和45年1月8日朝刊の番組紹介欄でございます。丸新マークついてますね、この
新カラー細腕繁盛記に日本テレビ午後9時30分、ね、料亭最高にかけた女の半生、新玉道夫が花と小箱作品に初主演と、この写真出てます。これかゆさんが、これはね、この写真はだから山水館に嫁入りに行く途中ですね。多分熱川で、あ、違うな、これ多分あれだな、雅子さんに追い出されて疑心暗鬼になってる顔だな、道を、多分そうだと思うんですよね。なんでうちを追い出すんやろうみたいな感じの時ですね、多分だと思う。だからまあ嫁入りに行く身だから多少小綺麗な着物を着ていて、で手には風呂敷を持ってて、この風呂敷の中身は、まあ、原作を読むと、まあ、ちりめんの肌着、まあ初夜ですからね、初夜を迎えることになるんで、のお母さんがね持たせてくれたちりめんの、ね、上質な肌着をが中に入っているということみたいですよ。それと説明文は、かよ、かっこ改玉道夫はたった一人で伊豆熱川の旅館に嫁いだって書いてありますけどもね、この第1回ではまだ嫁いではおりませんけれどもね、追い出されてしまった、なんでやろうっていうとこまでです、第1話はね。本文の方を読んでみますと、原作脚本は花と小箱で、血と汗と才覚でが巨億の富を築くなにわ女かよの半世紀、巨万の富じゃなくて巨億の富って書いてあるんだよな。主演は花と小箱作品初主演の新玉道夫、制作は東宝がビデオテープ使用という画期的な制作法を取っているってね。ビデオテープ使用が画期的っていう時代だったんですよ、まだ昭和45年でもね。まあカラーだからね、カラーのビデオで編集してるっていうのが画期的だったんだね。でもその画期的なドラマを消しちゃったけどね、バカがね本当にいい加減にしろよと思いますけどね。昭和50年代、51年頃まで再放送してたんだからね、そっから消したんだからね、せめてね、市販の、まあ、VHS とかも出てるからさ、ベータも出てるからね、そういうのに録画したからいいやってならまだね、最悪。そうじゃないんだよね、何のあれもなしに、何のバックアップもなしに、長年こうやって楽しませていたね、しかも大人気だった視聴率田舎で 70-80% 取ったっていう番組を消したんだよ、バカが。本当にいい加減にしろと思いますよね。まあそれはともかくとして、終戦後間もない頃、大阪発東京行きの混雑した夜行列車の中にかよがいた。かよは大阪で 1,2 を争う料亭南智郎の孫娘だったが、戦災以後は落ち目だった。一代で南智郎を築いた祖母のように、料亭復興がかよの念願だったが、かよの恋人も戦死してしまった。かよは無気力な家族の反対を押し切り、伊豆の山水館が嫁を探していると聞き、体一つで飛び出してきたのだ。だが山水館で待っていたのは予想とは全く違う生活だったというところでね、まあこの新聞の解説ってあれだね、なんか試写会の第1話を見てのあれじゃないね、おそらく東宝さんが用意した説明文をまあやってるんだろうけど、それもさ、東宝さんが用意したであろう説明文もテレビの内容とちょっと違うね、原作のところが入っちゃってたりするね。このかよの恋人も戦死してしまったっていうのは原作にはあるんだけど、確かテレビにはこの部分ないと思ったんだよな。テレビではもう政治に対する憧れの気持ちが前面に出ててね、で政治とかよさんがこう最後ね、まあ君の名は見たくこう橋みたいなところでこう話して、で小池さんお元気でみたいな、そんな場面はあるけど、かよさんに恋人がいて、でその恋人は戦死してしまったなんて話はテレビの第1話ではないよね、多分。確かなかったと思う、それは原作ですからね。だから微妙に違うね、ちゃんと第1話を死者で見て、それの文章ではないね、これはね。でこれだってさ、山水館で待っていたのは予想とは全く違う生活だったっていうのは、まあ第1話の解説ではないですね、まあ全体としてはそういう解説でいいけど、第1話の内容を書いてあるというところは
全く間違いではないけれども、微妙にそのテレビの第1話としては後から考えるとね、検証してみるとちょっと違うかなっていうのはあるけれども、当時としてみればこれでそんなに全く問題はないっていう、まあそういう記事ではありますけどもね。だから鵜呑みにはできない、新聞のこういう番組解説鵜呑みにはできないんだよね。やっぱり当時の記憶と照合してっていう作業が結構大事かなと思ってます。次、鎌倉。あ、出ましたね。出ましたね。これはもうあれですよね。